Hey guys! どうも、ナラサリーサです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はこの芸能人の英語勉強法をチェックしていきましょう。俳優の伊勢谷友介さんです。伊勢谷さんはですね、海外に行ったとかそういうわけじゃなくて、なんと12歳ぐらいの時に英会話スクールに通って、そこで自分でいろいろ会話からスタートしていって、で今はもうペラペラにね話せるようになってる俳優さんなんですけど、ここで大事なのが、伊勢谷さんが提唱してるのは、もう英会話から入っていけと、文法はそこまで大事じゃないっていう感じで言われてるみたいなんですね。まあ、文法は大事じゃないっていうのか、ある程度の基礎はもちろん必要だと思うんですけれども、相手とこう話したいっていう気持ち、会話をしたいっていうその気持ちが大事って言ってるんですね。そこはね、私は結構見習うところがあるんじゃないかなと思って取り上げてみました。で、実は伊勢谷さんね、私も新宿スワンっていう映画の時にエキストラで参加させていただいて、伊勢谷友介さん目の前にいたんですけど、すごい積極的です。結構こう、まあ、気配りとかもできる方なんだと思うんですけど、エキストラの子とかにもこう気にかけてあげたりとか、性格がもう結構外国人みたいな、自分からこう行動的な、積極的で行動的なタイプなんだと思うんですね。それが大事なんじゃないかなと思いました。なんか英語を喋るって言っても、まあ、やっぱり基本はコミュニケーションなので、相手と話したい、相手に対して自分がこの気持ち伝えたいっていう、そういう気持ちが大事かなと思います。だから、まあ、文法とかっていう前に、ともかくいくら文法を知ってても、いくら単語を知ってても、話したいって思わなかったら英会話にはなりませんよねっていうとこですよね。なんで、まあ、英語勉強していくのも大事なんですけど、とにかくその話せる話せないとかっていうか、話したいっていう気持ちがすごく大事なんじゃないかなと思いました。なんでそれをね、皆さん意識してもらうと、日常的周り見てもらってどうですか？外国人とか道で困ってる方がいた時に自分から声かけれるタイプですか？そういうところからちょっとした差が開いているんじゃないかなと思います。こんな感じで伊勢谷友介さん、俳優としても素晴らしいですが、英語もね、ネイティブじゃないけど自らね、あそこまで話せるようになってて、発音も結構私聞いたんですけど、ペラペラに近いと思います。はい、素晴らしいと思います。なんで、私たちもね頑張っていきましょう。では See you。 英語もやっぱり基本は言語なので、そういう机上の勉強だけじゃなくって、コミュニケーションとか性格面っていうのも多少は影響するんじゃないかなと思います。ぜひこの動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。